スペインの中でも独自の歴史、文化、言語を持つカタルーニャの近代史を研究しています。現在の研究テーマは18世紀後半から19世紀前半のバルセロナ市の絹産業、特に絹のストッキング製造業者で、職人とその妻や未亡人の遺言書や死後財産目録などの資料から彼らの世界を再構築することです。近代都市バルセロナが形成されていった時代に、それを下から支えた職人や中小の商店主などの一般庶民の生活はどのように変化したのか、働き方や家族の在り方はどう変わったのか、生活文化やメンタリティは変化したのか、彼らはどのようにその変化の時代を生きようとしたのかを明らかにすることに取り組んでいます。世紀末から20世紀にかけては政治的なカタルーニャナショナリズムが生まれた時代でもありますので、現地でも研究が盛んですが、一方で私が取り組んでいる18世紀後半から19世紀前半という時期は研究の穴になっています。同様にバルセロナの産業化の核を成した綿工業の研究は盛んですが、絹を専門にやっている研究者は誰もいません。ガウディの建築を支えたのがタイル職人や鉄細工職人たちの技術だったことに象徴されるように、職人や中小の商店主がバルセロナの歴史においては大きな役割を果たしたと私は考えます。またデザイン性が重視される奢侈品であった絹製品の製造や販売には、伝統的な工芸と近代的な工業製品をつなぐ要素が多く隠れています。実際にストッキング製造業者の遺言書や死後財産目録からわかる生産活動や交易の実態からは、木を捉えて行動する近代的な起業家精神を持った親方たちの姿や、その右腕として力を発揮し、親方の死後には商売の一切を取り仕切るような力強い女性の姿が見えてきます。今ヨーロッパの近世史では手工業ギルドの再評価が盛んです。これまで経済の自由化と効率から近代化を阻止すると敵視されていたギルドが、実はそんなことはなかった、技術の伝承やメンバー同士の相互扶助に役立っただけでなく、生産性の面でもプラスになることが多かったことが分かってきています。機械化に乗り遅れたような伝統産業に大きな文化的な価値が見出されるようにもなっています。前近代の手工業の歴史を見直すことは、ヨーロッパ近代を是とするような一つの価値観を再考するきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。また広くスペインの歴史を通して私たち日本人が学べることも多々あります。20世紀の内戦後に多くの亡命者や難民を出していることによる移民や難民への視点、つまり難民を受け入れなければいけないという側からではない、自分もその難民だったかもしれないという視点、あるいは日本のように戦後の復興に成功せず経済成長を遂げなかった国だからこその経済的社会的な弱者への眼差し、長い独裁を経験している国だからこその報道や言論の自由への感度の高さ、自身の歴史のうちにイスラムを持っている国ならではのイスラムへの視点などです。